小川名牛女ある村に背の高い大きな女がありましたあまり大きいので首を垂れて歩きましたその女は推しでありました 性質は至って優しく涙もろくてよく一人の子供をかわいがりました女はいつも黒いような着物を着ていましたただ子供と二人きりでありましたまだ年のいかない子供の手を引いて 道を歩いているのを村の人はよく見たのであります。そして大女で優しいところから誰が言ったものか牛女と名付けたのであります。村の子どもらはこの女が通ると牛女が通ったと言って珍しいものでも見るように みんなして、後ろについていって、いろいろのことを言いはやしましたけれど、女はおしで耳が聞こえませんから、黙って、いつものように下を向いて、のそりのそりと歩いてゆく様子が、いかにもかわいそうであったのであります。牛女は、 自分の子供を可愛がることは一通りりででありませんでした自分が不具者だということも子供が不具者の子だからみんなにバカにされるのだろうということも父親がないから他に誰も子供を育ててくれるものがないということもよく知っていました。 それですから一層子どもに対する不憫が増したと見えて子どもをかわいがったのであります子どもは男の子で母親を慕いましたそして母親の行くところへはどこへでもついて行きました牛女は大女で 力もまた他の人たちよりは幾倍もありました上に性質が優しくあったから、人々は牛女に力仕事を頼みました。薪をしょったり、石を運んだり、また荷物を担がしたりいろいろのことを頼みました。牛女はよく働きました。 そしてその金で二人はその日その日を暮らしていましたこんなに大きくて力の強い牛女も病気になりましたどんなものでも病気にかからないものはないでありましょうしかも牛女の病気は ななかかか重かったのであります。そして働くこともできなくなりました牛女は自分は死ぬのでないかと思いましたもし自分が死ぬようなことがあったなら子供を誰が見てくれようと思いましたそう思うと たとえ死死んでも死にきれない。自分の魂は何かに化けてきてもきっと子供の行く末を見守ろうと思いました牛女の大きな優しい目の中から大粒の涙がポトリポトリと流れたのでありますしかし 運命には牛女も仕方がなかったと見えます病気が重くなってとうとう牛女は死んでしまいました村の人々は牛女をかわいそうに思いましたどんなに置いていった子供のことに心を取られたろうと誰しも深く察して 牛女をあわれまぬものはなかったのであります人々はより集まって牛女の葬式を出して墓地にうずめてやりましたそしてあとに残った子どもをみんなが面倒を見て育ててやることになりました子どもはここのうちから のうちへというふうに移り変わってだんだん月日とともに大きくなっていったのでありますしかしうれしいことまた悲しいことがあるにつけて子どもは死んだ母親を恋しく思いました村には春がき夏がき 秋となり冬となりました子供はだんだん死んだ母親を懐かしく思い恋しく思うばかりでありましたある冬の日のこと子供は村外れに立って彼方の国境の山々を眺めていますと大きな山の反復に 母の姿がはっきりと真っ白な雪の上に黒く浮き出して見えたのでありますこれを見ると子供はびっくりしましたけれどこのことを口に出して誰にも言いませんでした子供は母親が恋しくなると村はずれに立って かなたの山を見まをしたすると天気のいい晴れた日にはいつでも母親の黒い姿をありありと見ることができたのですちょうど母親は黙ってじっとこちらを見つめて我が子の身の上を見守っているように思われたのでありました。 子どもは口に出してそのことを言いませんでしたけれどいつか村人はついにこれを見つけました「西の山に牛女が現れた」と言いふらしましたそしてみんな外に出て西の山を眺めたのであります

ところがいつしか春が来て雪が消えかかると牛女の姿もだんだん薄くなっていってまったく雪が消えてしまう春の半ばごろになると牛女の姿は見られなくなってしまったのですしかし冬となって雪が山に積もり 里に降る頃になると西の山にまたしてもありありと牛女の黒い姿が現れました村の人々や子供らは冬の間牛女の噂で持ちきりましたそして牛女の残していった子供は恋しい母親の姿を 毎日のように村はずれに立って眺めたのであります。牛女がまた西の山に現れた。あんなに子どもの身の上を心配している。かわいそうなものだ。と村人は言ってその子どもの面倒をよく見てやったのです。 やがて春が来て暖かになると牛女の姿はその雪とともに消えてしまったのでありましたこうして来る年も来る年も西の山に牛女の黒い姿は現れましたそのうちに子供は大きくなったものですから この村からほど近い、町のある商家へ、放をさせられることになったのであります。子供は、町に行ってからも、西の山を見て、恋しい母親の姿を眺めました。村の人々は、その子供がいなくなってからも、雪が降って、 西の山に牛女の姿が現れると母親と子どもの情愛について語り合ったのでありました「ああ、牛女の姿があんなに薄くなったもの暖かになったはずだ」としまいには季節の移り変わりを牛女について人々は言うようになったのでした。 牛女の子供はある年の春西の山に現れた母親の許しも受けずに勝手にその商家から飛び出して汽車に乗って故郷を見捨てて南の方の国へ行ってしまったのであります村の人も町の人ももう誰もその子供のことについて その後のことを知ることができませんでしたそのうちに夏も過ぎ秋も去って冬となりましたやがて山にも村にも町にも雪が降って積もりましたただ不思議なのは どうしたことか今年に限って西の山に牛女の姿が見えないことでありました人々は牛女の姿が見えないのをいぶかしがって子どもがもう町にいなくなったから牛女は見守る必要がなくなったのだろうと語り合いました その冬もいつしか過ぎて春が来た頃であります。街の中には？まだところどころに雪が消えずに残っていました。ある日の夜のことであります。街の中を大きな女がのそりのそりと歩いていました。 それを見た人々はびっくりしました。まさしくそれは牛女であったからであります。どうして牛女がどこから来たものかとみんなは語り合いました。人々はその後もたびたび真夜中に牛女が寂しそうに町の中を歩いている姿を 見たたのでありました「きっと牛女は子供が故郷から出て行ってしまったのを知らないのだろうそれでこの町の中を歩いて子供を探しているのに違いない」と人々は言いました「雪が全く消えて町の中には ともどめなくなくりました木々はみんな銀色の目を吹いて夜もうす明るくていい季節となりましたある夜人は牛女が町の暗い路地に立ってさめざめと鳴いているのを見たといいますしかしその後 誰一人ままたた牛女のの姿を見たものがありません牛女はどうしたことかもはやこの町にはおらなかったのです。その年以来冬になっても再び山には牛女の黒い姿は見えなかったのであります。 牛女の子供は南の方の雪の降らない国へ行ってそこで一生懸命に働きましたそしてかなりの金持ちとなりましたそうすると自分の生まれた国が懐かしくなったのであります国へ帰っても母親もなければ兄弟もありませんけれど 子供の自分に自分を育ててくれた親切な人々がありました彼はその人たちや村のことを思い出しましたその人たちに対してお礼を言わなければならぬと思いました子供はたくさんの土産物とお金と思ってはるばると 故郷に帰ってきたのでありますそして村の人々に厚くお礼を申しました村の人たちは牛女の子供が出世したのを喜び祝いました牛女の子供は何か自分は事業をしなければならぬと考えました そこで、村に広い地面を買ってたくさんのりんごの木を植えました。大きないいりんごの実を結ばして、それを諸国に出そうとしたのであります。彼は多くの人を雇って。木に肥料をやったり。冬になると囲いをして、雪のために折れないように手をかけたりしました。 そのうちに木はだんだん大きく伸びてある年の春には広い畑一面にさながら雪の降ったようにリンゴの花が咲きました太陽は終日花の上を明るく照らしてミツバチは朝から日の暮れるまで花の中をうなり続けていました 初夏の頃には青い小さな実が鈴なりになりましたそしてその実がだんだん大きくなりかけた自分にいっときに虫がついて畑全体にリンゴの実が落ちてしまいましたあくる年もそのあくる年も同じように リンゴのみはおちてしまいましたそれはなんとなくしさいのあるらしいことでありました村のもののわかったじいさんはうしおんなのこどもにむかって「なにかのたたりかもしれないおまえさんには心あたりになるようなことはないかな」 ある時聞きました牛女の子供はその時は何もそれについて思い出すことはありませんでしたしかし彼は一人となって静かに考えた時自分は町から出て遠方へ行った自分にも母親の魂に無断であったことを思いました また故郷へ帰ってきてからも母親のお墓にお参りをしたばかりでまだ法事もいとまなかったことを思い出しましたあれほど母親は自分をかわいがってくれたのにそして死んでからもああして自分の身の上を守ってくれたのに自分はそれに対して ああまり冷淡であったことに心づきました「きっとこれは母の怒りであろうと思いましたから子供は年頃に母親の魂を弔って坊さんを呼び村の人々を呼び真心を込めて母親の法事を営んだのでありました。 明くる年の春またリンゴの花は真っ白に雪のごとく咲きましたそして夏には青々と実りました毎年このころになると悪い虫がつくのでありましたから今年はどうか満足に実を結ばせたいと思いましたすると その年の夏の日暮れ方のことであります。どこからとなく、たくさんのコウモリが飛んできて、舞いばんのようにりんごの畑の上を飛び回って、悪い虫をみんな食べたのであります。その中に一匹大きなコウモリがありました。 その大きなコウモリはちょうど女王のように他のコウモリを率いているごとく見えました月が丸く東の空から昇る盤もまた黒雲が出て外の真っ暗な晩もコウモリはリンゴ畑の上を飛び回りました その年はリンゴに虫がつかずよく実って予想したよりも多くの収穫があったのであります村の人々は互いに語らいました牛女がこうもりになってきて子どもの身の上を守るんだとその優しい 情の深い心根を哀れに思ったのであります。また次の次の年も夏になると一匹の大きなコウモリが多くのコウモリを率いてきてリンゴ畑の上を毎晩のように飛び回りました。そして りんごには。おかげで悪い虫がつかずによく実りました。こうして。それから4。5年の後には？牛女の子供は？この地方での幸福な身の上の百姓となったのであります。 小川美名牛女